今回は、再現、山裾に造成されたマンション、山宿の会、幽霊よりも怖い、定時連絡、という話を紹介します。ではどうぞ。3月11日、人の悲鳴を聞きながら逃げた。自分が住んでいた町は、津波に飲まれ、大火災に見舞われた。沿岸部にあった、漁船の燃料タンクが、津波で流されて、漏れ出した油に引火し、瓦礫にも火がついて、燃え上がったためだ。半年後、ライフラインが復旧し始めたが、町が受けた被害は、相当なものだった。死者行方不明者は、未だに全体把握が進まず、遺体は、一部のみが見つかるだけでもいい方、と言える状況だった。私は実家に母と住んでいた。姉は市内で働きながら、アパート暮らしのシングルマザーで、娘がいた。姉は震災時に、怖い体験をしたが、今回は置いとく。仕事を失った私は、同市内に住んでいる祖父母の、体調を見ながら、瓦礫撤去の日雇いの仕事をしていた。主に市の中心部での仕事で、私は市内の外れに住んでいたため、自転車で仕事場に通っていた。車は津波で、ピザみたいになっていたため、使用不可能だった。瓦礫を撤去していると、手を見つける。体を見つける。足を見つける。頭を、こんなことがあった。だから、どこかで何かが、麻痺していたんだと思う。ただただ、手を合わせることしかできなかった。一つ間違えば、ここにあったのは、自分の体の一部だったのかもしれない。そんなことを思いながら仕事をしていた。仕事の内容が内容だけに、祖母が、ある霊山に行った際にもらったお守りを、私にくれた。海で亡くなった人に、引っ張られってなんだから。私は祖母の気持ちが嬉しかった。霊障なんてことは、自分にはないだろうと、ただ単に怪我をしないようにと、お守りをそんな風に思っていた。仕事が終わった私は、自転車で家に帰る。夜の道を私は海沿いに帰る。あれだけのことがあったのに、その道だって浸水し、遺体が上がり、不衛生なところだってあるのに、それでも私はその道を帰っていた。もともとは、自分が高校生の時に、学校に通うために通っていた道だった。海が見え、星が見え、満月の時には、海面に月が映る道だった。でもそれは昔の話で、今では、家が残っている人しか、通らない道だった。その日私は、自転車につけたウォークマンに、外部スピーカーを取り付け、音楽流しながら家路についていた。時間は夜11時、同級生にたまたま会い、話し込んだためである。途中に砂浜があった場所を通る。砂浜は津波でえぐられ、地形そのものが変わっていた。砂どころか、防波堤ごとないのである。近くには100軒以上の民家と、民宿1軒があったが、すべて海に持っていかれた。そのため海沿いの道が、かろうじて残っているだけである。海の横に道があり、その反対側に海水の水たまりがある。海水が土に染み込み、反対側にまで流れたためだ。砂浜だった場所を通る途中で、チェーンが外れた。こんなことはよくある。はぁ、ため息をつきながら、私はチェーンを直した。すると、誰かが足を、水の中に入れて、歩いているような音が聞こえた。ちょうど、膝くらいまでの深さに、足を入れてだ。海を見るが、誰もいない。水たまりを見るが、誰もいない。さすがにこんな時間に、作業をしている人がいるわけがない。私は自転車に乗り、こごうとペダルに足をかけた。すると音楽を流していたスピーカーから、ノイズが流れ始めた。歌詞が飛び、轟音のような音がした。自分は知っている。この音を、あの日聞いた音。津波の音だった。音の途中で、悲鳴やうめき声が聞こえる。波に飲まれかき消されていく。私はスピーカーを引きちぎり、岩に叩きつけた。そうだ。そうなのだ。ここだって大勢の人が死んでいる。なのになぜ私は、こんな道を通っている?自分が数ヶ月してきた行動を、不可解に感じ始めた。私はその場を離れて、山側の国道に戻ろうと、来た道を戻り始めた。スピーカーがなくても、声は聞こえる。何と言ってるのかわからないが、聞こえる。だんだん言葉がわかってきた。助けて、死にたくない。嫌だ、嫌だ。誰だってそうだ。みんな自分が、あんな理不尽な死に方をするなんて、思っていなかった。自分だって、少し違えば死んでいたのだ。だからこそ、自分には何もできないんです、できないんです。大泣きをしながら、私は叫んだ。どんなにかわいそうに思っても、自分には何も、私は気がつくと、通りかかったタクシー運転手に起こされた。津波で道路にできた穴に、自転車ごと落ちていたそうだ。足だけが道路に出て、運転手がたまたま見つけたとのこと。自転車はフレームが曲がり、ぐにゃぐにゃになっていた。どうやったらこんな風に、いや、この曲がり方は見たことがあった。
怪我はない。はい、送っていくよ。あ、でも今2000円しかなくて。代金はいらないからケーテラに行こう。え、そこからまた記憶は飛ぶ。怪我はないとはいえ、体を強く打っていたためか、うまく動かず、意識が朦朧としていた。その後、お寺で目を覚ました私は、清められお祓いをしてもらった。住職はお寺に私が来た時から、何かしらの霊障にあったことに、気づいていたそうだ。お寺で一泊し、次の日に母や姉が、泣きながら迎えに来てくれた。お寺の住職が、どう連絡したかはわからないが、母と姉の様子は普通ではなかった。私は住職に頭を下げ帰ろうとした。あ、待って。住職が呼び止めた。それはもうダメだから、これを持って行きなさい。祖母のお守りを渡すように言われ、中身を開けた。木の板が入っていたが、なぜか燃えた跡があり、割れていた。はい、私は理解した。すいません、昨日私を送り届けた、タクシーの運転手さんに連絡できますか？住職は不思議そうな顔をした。昨日君は、お寺の近くで倒れていたんだよ。いろんなものを背負ってね。だから私は、それを払ったんだ。私はお寺を後にした。私の家の近くには、未だに瓦礫がある。車は当時のまま積み上げられている。そこに私が乗ったタクシーがある。同じ業者のではなく、ナンバーも同じタクシーが。助けてくれたんだよ。祖母に話すと、祖母はそう言った。今は地元を離れ、ある地方都市で仕事をしている。今でもたまに、あのタクシーと、同じ車種とナンバーのものが、市内で目撃されるそうだ。友人の話。彼女は半年ほど前に、とある山裾に造成されたマンションに、引っ越した。そこは部屋広さの割に、家賃が格安で、姉妹二人で同居している。彼女にとっては、願ったりの物件であったらしい。前の住人が几帳面だったのか、内装も綺麗で、姉と二人で掘り出し物だと喜んだ。でもねえ、なんだかおかしい住民さんがいるみたいなのよねえ。引っ越しして間もなく、二人で夕食を共にした折、彼女はそう話してくれた。仕事が終わってさ、夜遅くに帰ってくるでしょ。うちの部屋は706号、つまり7階なんだけど、当然エレベーターを使うわけね。そしたら時々、変な女の人が乗っているのよ。変な。って、何がどう変なのさ？とにかく不気味なの。1階で箱を呼ぶボタンを押すでしょ。磁気箱が来て扉が開くんだけど、中に髪の長い女の人が、立ってるの。奥向いてるから、顔とか年齢とかわからないけど、いつも同じ服格好してるん。ボサボサ髪で、両手にたくさんデパートの紙袋下げて、ヨレヨレの長スカート。ズーンと鼻にくる匂いも、かすかにだけどしてるの。話しかけても返事がないしさ。それでも最初に出くわした時は、仕方がないから、一緒に乗り込んだのね。7階のボタンを押したんだけど、あちらさん何も反応も、動きもないのよ。何階ですか？って、聞いてみたけど、全くの無反応なん。こっちも疲れてるから、それ以上は相手せずにいたのよね。したら、ブツブツと、ずっと小声で、ずっと何かつぶやいているじゃない。勘弁してくれって感じだったの。2回目に出会った時は、もうさすがに、一緒に乗る気はなかったん。だからそのまま、扉が閉まるに任せて、ホールでそのまま待ったの。しばらくすると、箱は上に登っていったから、どこかの階で止まるのを確認して、もう一度ボタンを押したのね。そしたら?もう一回降りてきた箱が開くと、またしても、その女が乗ってるん。奥の方向いたまま、ピクリとも動かないで。ちょっとゾクリときた。でしょ？もう、とてもエレベーター、利用する気になれなかったん。だから、非常階段で延々と7階まで。それも夜中に。その後も結局、非常階段を使うことが、何度かあったという。聞けばどうやら、お姉さんの方も、九段の女性を目撃していたらしい。この塔って、非常階段使う住民が、かなり多いって管理人さんが言ってたけど、おそらくその皆さん、あの女の人に出会っちゃったんだと思う。というのは姉の弁だ。害があるわけじゃないんだけど。会ってからじゃ遅いし、何より不気味だし。そう言って彼女は、頭を抱えていた。この話を聞いた私は、ちょっと考え込んでしまった。というのもこのマンション、ある筋では、少し流し出た物件だったからだ。特に私のような設備関係業者、別の旨の話になるのだが、住人が居つかない部屋が何個かあった。そこに新しい住人が入るたび、設備メンテの業者に苦情が入る。そのすべてが水関係のクレームだった。例えば、夜中に水音で目が覚めると、使っていないはずのユニットバスが水浸しだった。例えば、誰も入っていないのに、夜中にトイレの水が何度も何度も流される。例えば、
留守にしていたのに、洗面所の水栓が、いつの間にか全開になっている。例えば、どこも漏水していないのに、開花に、嫌な匂いの水が滴る。例えば、バスや洗面の排水口が、明らかに住人のものでない、長い髪の毛で詰まってしまう。他にも、異臭が立ち込めるので、排水管を調べてみると、風水トラップ内の水が、腐ってしまっていたこともあったらしい。毎日使う環境では、まずありえないことだが、話した方がいいのかな。でも別の旨だし、変な心配かけても悪いし、その後数日にわたって、私は少し悩み続けた。結局は悩む必要などなかったのであるが、そんなある夜、飲んでいて遅くなった友達を、止めることになった。今夜は姉が留守だ。迷惑をかけることもあるまい。そう気軽に考えていたという。幸い、エレベーターには、あの女も乗っていない。しかし友人は、落ち着かない様子で、エレベーター中を、キョロキョロと見回していた。そしてぽつりとつぶやく。変なこと聞くけどさ。ここ、何か出たりしないよね？この友達、公言こそしていないが、実はいわゆる、見える人であったらしい。ははは。と笑って否定した直後、あっと気がつく。あの不気味な女の人、もしかして。動揺を隠しつつ、何が見えるのか聞いてみた。いや、箱の内壁なんだけどさ、黒い手形が、びっしりとついてるの。それも一人分じゃない。それこそいろんな人のが押されてる。中には指が、満足にないのも多いけど。何があったのやら。彼女も、霊感が皆無なわけではないらしいが、何も見えなかったという。聞くんじゃなかった。そう思いながら、そそくさとエレベーターを、降りたそうだ。その夜中のこと、まどろんでいると、いきなり、横の布団で寝ていた友達が、彼女の布団に潜り込んできた。そのままぐっと抱きついてくる。あらやだ。実は彼女、男も女も両方いける口である。この友達も、そのことは知っている。これは手を出しても OK ということかしら？すまん。だけどさ、変なことしたら怒るよ。と友達。残念。が、まあこれでもいいか。そのまま抱き合って寝たのだという。朝目が覚めると、さすがに疑問が頭をもたげた。のんけのあなたが、昨夜は一体どうしたん？夜中にさ、眠れなくて、ぼんやり目の前の畳を眺めていたの。そうしたらさ、ほんと目と鼻の先でさ、畳から何かが、ずるっと、抜けてきたの。詳しくはよく見えなかったけど、多分、元人だと思う。いや怨霊とか、そういう立ちの悪いものではなかったよ。でもこっちに気がつかれて、疲れても困るから、とりあえず隣の布団に逃げ込んだってわけ。それ、畳から抜けた後、どこ行ったん？そのまま上昇して、天井抜けてったよ。嫌なこと聞くけどさ、ここ最近、上の階と下の階で、不幸がなかったかい？少し顔が引きつった。実は2週間ほど前に、すぐ上の部屋で、飛び降り時、図をした人がいたからだ。でも、下の方は何も、なかったはずなのね。あったよ、下の部屋で不幸。朝方帰宅した姉が、さらっと答えた。へ？あんたつい先日、2日ほど開けたでしょ。その時、真下の奥さんが、首、ったのよ。理由は知らないし、知りたくもないけど。警察とか来て大変だったんだから、うちにもいろいろ聞きに来たよ。あんたに教えるの、すっかり忘れちゃってた。それだわさ。友達が納得した顔でうなずく。立て続けに不幸が、起こったもんで、通り道ができちゃったのね。それもなんていうか、変なものが通ってる。霊道とはちょっと違うみたい。すぐに何か、あるわけじゃないだろうけど、越すことを考えとくのもいいかもよ。越したばかりだから、先立つものがねえ。ねえ。姉と友達はごく普通な顔で、そんな会話を交わしている。なんでそんなに平然としてるの？それが彼女には少し、腹立たしかったという。祖母の法事があり、先日、十数年ぶりに、故郷の山奥の町に帰ってみました。法事の後、宴会があり、そこで当園のじいさんに、面白い話を聞いたので、書いてみます。じいさんはその町から、さらに車で、1時間ばかり離れた村の人ですが、今では温泉街だってことでそっちの村の方が栄えているんですけど、その村で代々、温泉宿を経営しているそうです。以下、じいさんがまだ、少年の頃の話ですが、便宜上、じいさんと記します。昭和30年頃の事件だって言うから、まあ、そんなに昔ではない。腹心だと信じていた番頭の、多額の横領が発覚したことが、この事件の発端。先代から奉公してくれていた男で、信頼していたんだが、まあ、仕方ない。首を言い渡した。すると、その番頭は逆恨みをしたらしく。先代から誠心誠意、尽くしてきた自分を、首にするなんて、
灯台は鬼だ畜生だ。自分はこれから、川に身投げをして自殺するが、この山宿の主の仕打ちは許さない。末代までも祟ってやる、思い知れ。という内容の置き手紙を残して、姿を消してしまったそうな。もともと、東京の大学も出てる、インテリだった爺さんは、最初。何を、科学全盛の今の世に、全近代的な恨み事を抜かしおって。と、遺書に書かれた呪詛の言葉なんか、全く気にしなかったそうだ。だが、やがて本当に会議が始まった。まず、複数の従業員が。夜中の岩風呂から、誰かがいる気配がする。泊まり客がいないはずの離れから、夜中に物音が聞こえる。隣町で、死んだはずの番頭さんの姿を見た。みたいなことを言い出した。もちろん、従業員には、きつく観光令を敷いたのだが、次第に泊まり客からも。夜寝ていると、部屋の中を誰かが歩いている。真っ暗なのに、誰かが便所を使っている気配がする。廊下の曲がり角から、青い顔の幽霊が、こちらを覗いていた。部屋を開けている間に、物が動いていたり、なくなったりする。など特徴が出始めた。近隣の鉱山町の住民が、主なお客ということもあり、あっという間に噂は広まった。そうなると、信用第一の旅館商売。途端に客足が減り始めた。悪いことに、地元の田舎新聞は愚か、誰から聞いたか。全国紙の週刊誌までが、山宿の会、と題したゴシップ記事を掲載し、面白怖く騒ぎ立てた。そんな騒ぎが2年も続き、爺さんは本気で、廃業を考えたそうな。今なら、オカルト旅館って銘打って、逆に売り出せそうな気がするけど、打つ手もなく、焦燥した毎日を送る爺さんに、ある日警察から連絡が入った。隣町で、無銭飲食の老人を捕まえたのだが、あなたに身元引き受け人をお願いしたい、と言っている。とのこと、爺さんが不審に思いながらも、警察に出頭すると、信じられないことに、あの番頭が、頭をかきながら、小さくなって座っている。番頭は、確かに腹いせに、呪詛に満ちた置き手紙を書いて出奔したが、死ぬ気なんかさらさらなく、いずれ見返してやると、結構前向きに考えていたらしい。新しい職場を求めて、近場の都市へ、意気揚々と出てみたが、多少の詳細はあっても、所詮は田舎の、山宿の番頭程度の、就労経験しかない初老の男に、世間は世知辛く再就職の道は険しかった。たちまち食うに困った番頭は、呆れたことに、山宿に舞い戻り、勝手知ったる他人の家、日中は使われない布団部屋や、空き部屋などに身を潜め、宿泊客も従業員も寝静まった、真夜中を見計らっては、食事や風呂を失敬し、時には帳場や、宿泊客の財布から、小銭をくすねて、息抜きに遊びに出かける、という生活を、なんと2年も続けたという。なぜ小銭だったかというと、警察を呼ばれるので、被害者が大事にしない程度の金額をと、気をつけたらしい。久しぶりに再会した番頭は、ろくに日の光にも当たらなかったせいか、まるで地獄の底から、這い出てきた勇気のようで、爺さんは心底ゾッとしたそうな。これ以上関わりたくない。と思った爺さんは、番頭の身元をとりあえず引き受け、ある程度まとまった金を手渡し、その代わり、今後一切旅館に近づかない、関わらないという念書を書かせ、改めて縁を切ったという。私はな、いっそ自分の旅館に、幽霊が出ると信じていた頃の方が、まだ気分が楽だったですな。もう半世紀も昔のことですが、山宿していて、一番恐ろしい経験やったねー。と、爺さんは話を結びました。その、江戸川乱歩もびっくりの、深夜の徘徊者、が潜んでいた、爺さんの山宿に、ぜひ一晩泊めてもらいたい、と願いましたが、残念ながら、平成に入ってすぐ、近代的なホテルに、建て替えてしまったそうです。この話は実話なんです。1990年頃に遡りますが、ふとしたきっかけで俺は、水中写真に興味を持ち、ダイビングから始めよう、と、とある四国のショップで講習を受け、機材も取り揃えました。同じ時期にダイビングを始めた、オフサイト知り合い。その縁で仲間も増え、楽しくダイビングライフを堪能していました。オフサイ、特にご主人の方と俺は、若い頃に、同じようにやんちゃしていた時期があり、まるで兄弟のように、意気投合してしまいました。何度も3人で、近県の海に潜りに行き、様々な生き物を見る。そんな楽しい日々でした。そんな楽しい日々が、崩壊する時がやってきました。F 妻という、結構お金持ちのご夫婦と知り合い、瀬戸内海で一緒に、ボートダイビングをすることになりました。夫人の方の A さんは、俺よりも10歳以上年上でしたが、小さくて上品なご夫人。ご主人は、ダイビングをしたい。という夫人のために、船舶免許を取り、
ダイビング用のボートまで買ってしまったという愛妻家でした。小型のクルーザーと言ってもいいかもしれない新品のボートで、静かな瀬戸の小さな島々を巡り、気に入った場所があれば、そこに潜ってダイビングを楽しむ。そんな楽しい週末が、半年以上続いていたのですが、俺が仕事の都合上、どうしても参加できない日があったのです。その日は、瀬戸内海でも一番大きな島に行き、ダイビングを楽しもうという予定でした。なんでも、潮の流れが緩やかな場所と、速い場所が隣接していて、緩やかな方には、大きなヒラメなどがいて、近寄っても逃げないので、写真も撮りやすい。流れが速い方では、運が良ければ、回遊魚の群れに出会えるという話。とても行きたかったのですが、どうしても休めません。仕方なく俺はオフサイに、次に行く時のために、しっかりロケーションしておいてよ、と言いつけて、仕事に行きました。そして、その夜のことです。ダイビングに行けなかったのが、非常に残念だった俺は、嫁と飲みながら軽く愚痴っていました。そこに、俺の携帯電話が鳴りました。ははーん、オフサイが、今日の自慢話をしようと、かけてきやがったな。嫁と顔を見合わせて、笑いながら電話に出ました。もしもし？楽しかったかい？軽い嫉妬を込めて、電話に出た俺の、耳に届いたのは、王の悲鳴に近い叫びでした。A 夫人が、溺れて行方不明や。突然のことにびっくりしましたが、とりあえず王を落ち着かせて、話を聞きました。王の話によると、A 夫人も含め、5人で1回潜った後、昼食を取ったそうです。午後からはみんな、流れの速い方に行ってみようよ、と話していたそうですが、いざ潜る直前に、A 夫人が、私は少し疲れたから、岩場でのんびり潜るわ。みんなで楽しんできて、と言い出しました。王は、一人じゃ危ないですよ、俺が一緒に潜ります、と言ったのですが、A 夫人は、大丈夫よ、何度も来ているし、あなたは初めてなんだから、楽しんできて、私に気を使わずに、と、どうしても聞かなかったそうです。ご主人も同調するので、王は仕方なく、単独なんですから、無理しないように、と言い残して、4人で潜ったそうです。4人が潜るときにボートの上から、ニコニコと手を振って、行ってらっしゃい、気をつけてねー、と、A 夫妻が見送ってくれた。そして、それが、A 夫人を最後に見た瞬間でした。約50分後、4人が上がってきたとき、船上には、A 主人一人だったそうです。王が、あれ？奥さんは？と聞くと、ご主人は、あの辺りを潜っているよ、と指さしました。しかし、水面には泡が見えません。王が、泡が見えませんよ、大丈夫ですかね？と言うと、ご主人は、空気欠って、呼吸を抑えているんだろう。さっきは泡見えていたよ、と一言、ご主人が見ているんだから、大丈夫だよなと、王は機材の片付けをし始めました。さっきの海の様子を、お互いに言いながら、雑談混じりに機材を片付け、ビールを飲み始めたそうです。そして王が気づきました。俺たちが潜ってから、もう、1時間30分は経ってるよな。王は A 主人に聞きました。奥さん、俺たちの後、どれくらいして潜りに行きました？ご主人は、すぐだったよ、5分ぐらいじゃないかな。王は、いくら消費が少なくても、時間が経ちすぎてますよ。見に行きます。と、エアタンクを背負わずに、シュノーケルだけで、素潜りする準備をして、もう一人の男性と、A 夫人が潜っていた、であろう場所を探しました。しかし、どこにもいません。海中の透明度も、10メートル先を見るのがやっと。二人は岩場沿いを、何度も探したそうです。一度はエアタンクを使って、とも考えましたが、すでに全部使ってしまっています。夕日が傾くまで、必死になって探しましたが A 夫人を見つけることができず。警察と海上保安庁に連絡をし説明した後、俺に電話をしてきたらしいです。次の日、俺は会社の上司に事情を話し、休暇をもらって、A 夫人捜索に加わりました。泣き叫び、早く娘を探してー、と懇願する A 夫人の母親を見て、胸が詰まりました。不可思議なことが起きたのは、その日でした。捜索に加わった友人すべてが、右足に怪我をするのです。程度はいろいろなのですが、積み上げたタンクに挟まれて、捻挫するやつ、デッキで滑って、金具で足を切るやつ、飛び込む時に、足ひれの留め具を、船の縁に引っ掛けてしまい、足を折るやつ、A 夫人と仲の良かった友人すべてが、何かしら、右足に怪我をしてしまいました。しかし、気にしてもいられません。俺も船に乗り込む時に、足を挟まれて、軽い捻挫をしていましたが、早く探してあげたい、という気持ちから、必死で潜りました。他の奴らも同じ気持ちだったでしょう。何日も探し回りましたが、結局、A 夫人は見つからないままでした。俺は嫁の反対もあり、ダイビングをやめることにしました。
仲の良かった友人を大好きな海で失ったのですから、気持ちもすっかり泣いてしまいました。今でもあの時の仲間が集まれば、なぜみんな右足を怪我したのかという議論になります。A 夫人が溺れた時に右足を怪我したというやつもいれば、危険だから来るなというメッセージだろうというやつもいますが、未だに謎です。ここまで読んで怖くないじゃんと思われた方も多いでしょう。ですが、俺が本当に怖いと思ったのは、ここから先の話なのです。A 夫人が行方不明になってから、1ヶ月後、王夫妻は離婚しました。原因は王夫人の浮気でした。離婚後、王夫人が走ったのは、A 主人の元でした。なんと、二人は、A 夫人が行方不明になる以前から、できていたそうです。そして、A 主人は、事業が立ち行かず、かなりの負債を抱えていたそうです。そして半年後、A 主人と王夫人は、倒産寸前の会社を捨て、あるだけの金を持ち、とある海外の有名ダイビングリゾートへと逃げました。そして今、そこでダイビングショップを開き、悠々自適に暮らしています。もちろん、A 夫人の保険金、当然億単位も、行方不明から何年か後に、A 主人に支払われました。情けないことに、会社の負債は、息子と親族に押し付け、自分は逃亡してしまったのです。上記の話は、俺が A 夫妻の息子から、直接聞いたので、想像でも何でもないことを述べておきます。どうでしょう？生きている人間のエゴの方が、幽霊よりも、俺は恐ろしいと感じました。それに、誰も見ていない海の上で、A 夫妻に何があっても、目撃者すらいなかったのです。保険金さ、人、という言葉も頭に浮かびましたが、証拠も何もありません。関係者はみんな生きていますので、場所ははっきりとは書けません。質問も勘弁してください。珍しく、大人数となったその日の登りは、事前の打ち合わせ通り、パーティーを、二つに分けて行動した。小型無線機を装備し、二つのパーティー間で、一時間ごとに定時連絡を、取り合うという訓練を兼ねていた。初日は恵まれすぎるほど、天候に恵まれ、雪の照り返しが強く、目と鼻の奥がチリチリした。定時連絡という訓練も、こうなれば遊びそのものだ。無線機でのやり取りが、遊びでなくなったのは、何度目かの、定時連絡を取ろうと、無線機の電源を入れた直後だった。こちらのチャンネルに、どなたかいらっしゃいませんか？朝日岳登山中のパーティです。落ち着いた男性の声だった。俺たちの無線係が応答した。はい、いますよ。呼びかけている男性の方、取れますか？感度いかがですか？ややあって、向こうからの応答。緊急事態のため、救助を求めます。見知らぬパーティとの、無線での出会いが、浮ついた気分に冷水を浴びせかけられ、俺たち全員が無線機を凝視し、耳を澄ませた。現在、どこにいますか？との問いかけに、朝日岳の西側の稜線、山頂に向かって左側の斜面です。俺たちが、明日登る山だ。告げられた場所は、登山道ではない。別行動しているパーティの連中が、いたずらでもしているかと思ったが、その時、定時連絡が入った。遭難し、緊急事態を告げるパーティの声に、渾身している。いたずらなどではない。遭難しているパーティの声は、聞こえていないようだ。現在緊急事態に陥っているパーティと、連絡中であることを告げ、定時連絡を早々に切り上げた。稜線の左側といっても、具体的な場所がわからない。具体的には、どのあたりになりますか？山頂に向かう、最後のピークから、まっすぐ下のあたりです。数キロ先にその場所はある。行く気なら、今からでも十分行ける。どんな状況ですか？人数など、教えてください。男性5人で、テントをかぶっています。滑落でしょうか？いえ、昨夜はビバークしまして、メンバーの一人が、疲労で動けません。この天気なら、一人か二人が、下山して救助を求めれば、明日には救助されるだろうに、なぜ動こうとしないのか不思議だった。昨夜からの大雪で、身動きが取れません。まだ降り続けていて、どうにもなりません。俺たち全員、声を上げた。大雪？照り返しで雪目になりそうな、この条件気に、5人、無線機、大雪、朝日岳、不意に、彼らが誰なのか、思い出した。間違いなく、遭難だ。悪天候を無視した、無謀な行動が招いた遭難として、山岳雑誌で批判的な論調の記事にもなっていた。パーティ全員に、そのことを告げた。無線機の中に、あの世があるような。そんな思いで俺は無線機を見つめた。スイッチを、切ろう。俺の言葉に、全員が無言で同意し、俺たちの無線機は静かになり、彼らからの呼びかけに、答える者はいなくなった。翌日、彼らが言っていた、山頂に向かう最後のピーク、に着いたところで、
タバコを斜面に投げ、キャップ一杯分のウイスキーを撒いた。話は以上となります。コメントをしていただけると、動画制作の励みになります。チャンネル登録と高評価もお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。